こんにちは、CBC アナウンサーの南部翔です。こんにちは、CBC アナウンサー三山です。よろしくお願いします。さあ、長岡です。ちょっと、そこで、今日はだからちょっとね、先週はインカメで撮りましたね。そうです。そしたらちょっとやっぱ他局との画質の差、これが問題になりまして。確かに荒かったですね。そうですね、うん、ということで、いよいよ私が手持ち、こう、あの三山くんの後ろのね、ガラスに映る壁、この影でね、影で俺が持ってる感は出てると思いますよ。はい、後輩が先輩にカメラを持たせるという。いや、いいんですよ。いいですか、これも。南部さん、はい、どうですか最近は。いや、もうなんか CBC のこのアナウンス部の手作り感って、うん、やっぱ受け継がれるっていうか、これ、うん、ランクアップしていかないの。いや、だからそう、他局を比べてみるとね。ほんとそうよ。だからなんか三山ってまだ後輩いないのか。後輩いないんですよ。今4年目で、下のアナウンサーいないんですよね。ちょっと入ってくんないかな、早く。本当にそうです。これ持ってほしいよな。ちょっと水汲みとかしてますからね。水汲みじゃない。本当にそう思いますよ。時々入れないと。誰が喋ってんのかなってなっちゃう。うん、そうそう。水汲みはしないでしょ。別に俺山に芝刈り。そうですね。アナウンス部のね。そういうことですよ。いろんな、ね、雑用ね、やってるんですよ、4年目。ただ、あれよ、あの、みんな忙しいから、4年目の5時も忙しいから、そうそうそう、結構後片付けは暇な俺やってるからね、あれ。あれこれコーヒー、僕13。え、13年目でやってる。僕13。これ大丈夫かな本当に。なあ、けどどうですか、はい、三山君、今ね、まだちょっとコロナ緊急事態宣言も続いておりますね。そうですね、やっぱりだから不要不急の外出は控えないといけないというのは、やっぱり今家と会社の往復しかしていないですね、うん、家では料理とかは。それが本当にこの家にいないといけないステイホームをきっかけに料理するようになりました、うん、お、何作った。先週はローストビーフ丼に豚汁、え、そして親子丼に野菜のコンソメスープ、え、作ってますよ。で、ね、すごい、我ながらめちゃくちゃ美味しい。すごい。南部さんはどうですか。まあ、私はもういつもと変わらず、まあもう主婦ですもんね。餃子とかシューマイとかをたっぷり作って冷凍しておくと、なるほど、まあ、仕事が忙しい時にもうその日簡単に時短で料理できたりとか、そ う, か、まあ、そういった工夫をしながら、うん、まあね、子供もいますからね。そうですよね。だからお二人とも自炊はするけど外食なかなかできないでしょ。そうですね。そんな皆さんにおすすめなうなずキングでしたね、今日はね。山岡くんが、そうなんです、ちょっと、はい、じゃあここでカメラ変わりましょう。いい？せっかくですので。悪いな。じゃあ私奥が。この手作り感は面白いですね。これも全部流れてます。さあ、ということでプレゼンターが長岡さんでしたもんね。私やりました。はい、今回のうなずキングはあの有名チェーン店の外食を自宅で再現しようということで、超有名牛丼店、はい、超有名ファストフードのハンバーガーショップのあのお店のチキンナゲットで、さらに、ドーナツ屋さん、有名ドーナツ屋さんのこのなんていうんですか、こうね、ボールがこう重なったドーナツ、もちもちの、はい、あれを作ったんですけど、見ていかがでした。いや、どんな味なんだろうって本当に思ったんで、長岡くんのうわーって驚きの表情を見て、本当にそのものなんだなって思いました。うん、すごいよ。あれ美味しそうだったでしょ。美味しそうでした、ね、いや本当にすごく感動されてましたよね。びっくりしたよ。だからそれこそ出来たてはチェーン店だとなかなかいただけないじゃないですか。確かにね、はい、揚げたてはあっても、例えばじゃあチキンナゲットもミンチしたて、味付けしたてで揚げたて、全部もうその場でできたもんなんで、やっぱり、ね、旨味が違いました。はぁ、これすっごい簡単なんで、これロキポで動画を見ていただきたいのと、あとは CBC 花坂タイムズのホームページにレシピも出てますんで、うん、これ作ってみたいってありました。あの、どのメニューも子供と一緒に作れて、しかも子供も一緒に食べられるものだったので、私は絶対作ろうと思ったのは、あのドーナツ。ドーナツいいな。あとはチキンナゲット。出ました。いいですね。なんで牛丼だけ落とされた。本当ですよ、全部作ってくださいよ。2つ言うんやったらね。ねえ、なんでそれだけ取った。そうだろ、思いましたよ、僕。なんでだろうって思って。僕牛丼作りたいです。 やっぱり男なのでがっつり食べたい。それは女だから、女だから。
いや旦那様もお子様いらっしゃる本当ですよいやけど本当にね、あれは家族でみんな簡単にできます、うん、ぜひですね、試していただきたいロキコでご覧いただきたいなと思います。はい、じゃあ終わります。はい、ではまた来週映ってるかな、ちょっと裏坂でしたって言ってなくて、あ、そうでした。